今月20日までの夏の交通安全県民運動に合わせナイナ煽り運転をキャッチフレーズにした煽り運転を監視する車両の出発式を名古屋市の北警察署が行いましたパトカーや監視に参加する愛知県トラック協会のトラックなどにはサイが煽り以下を踏みつけるイラストと煽り運転やめなさいというメッセージが書かれたステッカーが貼られました 煽り運転を巡っては厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法が先月30日に施行されています。